そういえばね、よくわからない裏技一覧表に入ってた内容なんですけど、この雪玉を役場の前でスコップで叩いたらなんかフリーズすることがあるらしい。よくわからんな。一回試してみるか。こっからいけないよな。まあ、ここで雪玉を潰したらフリーズするらしい。全然する気配ねえわ。まあそんな検証動画も終わったところで、どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあびっくりした、めちゃくちゃ可愛い光景じゃん。街に来る動物森実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、こちらあのミネミネミネ村にいる住民にまあいろいろなプレゼントを送っていこうかなと思ってまして、まあピンからキリまでいろいろなものをまあ渡していきたいなと思います。はじめましてのサッチー。おめえ俺のことが怖くねえのか。俺はスパークってんだ。この村で人生一からやり直すつもりさ。この村に優しく話しかけられるのは慣れてねえんだが、まあ一応とよろしく頼むぜ。スパークくんがねお引越ししてきました。でね、今俺の村にいるのがスパークくん、アンチョビ、ジェーン、クッチャネ、コージ、キャビア、ヤヨイで、アザラク、サッチのメンバーになってます。でですね、今回いろいろ送りたいものがありまして、まずタイヤ、あと落とし穴の種と、ここにねプラスこれとか送ってみない？ゴールドカード。ゴールドカード送ったら住民イチコロじゃない？一回やってみましょう。まず手紙を書くで、スパークくんに覚えておかないとダメだね。まず上から順番にスパークくんにゴールドカード、あとね、町盛りはねタイヤとかも送れるんですよ。スパークくんに送ったくっちゃねにタイヤ送ってみようぜ。タイヤをくっちゃねにする。あと落とし穴の種送ってみますか。いや実はね、今日撮りたかった動画、うわっていうのは、化石をねここ3日間ぐらい頑張って集めてたんですよ。まあ、このね検証動画が終わってから化石コーナーっていうのを見ていきたいんですけど、多分弥生ちゃんとか全然話しかけてないからそんなに好感度自体は高くない気がする。そうや、前家の鍵を落としたとか言ってたけど、ちゃんと見つかったんだな。あとですね、こちら見てください。デパートからコンビニにしました。特に意味はないですなんか初心に戻ろうかなと思いまして、あのたぬきちから提案があった時にコンビニに変えました。よーたぬきち、いらっしゃいませ。どうぞどうぞ。売りたいのでいろいろ売っていきますか。はにわけ、月ひしもち、ひしもちもいらんな。オッケー、じゃあもう一個便箋を買って、さて弥生ちゃんに落とし穴の種、あともう一人サッチにベル、あげる、ベルあげる。これで9万6000ベル送ってみましょう。さあというわけで、スパークくんにゴールドカード、くっちゃねさんに、タイヤで、弥生ちゃんに落とし穴の種で、サッチさんにベル、これでなんて帰ってくるのか。ワンチャンそんなに仲良くなくて、まあ帰ってこない可能性もあるんですけど、さすがにゴールドカードよ。しかも9万6000ベルだったら相当価値は高いんじゃないでしょうか。空き缶とか送れるってなったらもう送るしかねえよな。手紙を出す。ミネミネミネ村、スパークくん、サッチ、弥生、くっちゃねさん、行ってこい。これ変化あるのかな。でもほとんど住民に話しかけてないから、まあそれもね含めて検証やっていきます。ちなみに、うわ、誰からも帰ってきてない。もうちょっと時間飛ばしてみますか。あと5日飛ばして来るかどうか。結構日付飛ばした。なーに、全く誰からも送ってくる気配はないということでした。マジか、好感度ゼロだったら何を送ってもダメなんだ。だってベル送ったんだぜ。おめに用があるんだ。お前さ、サバイバルとか興味あるか。それどころじゃねえだろ。ゴールドカードあげたのにな。レーザーって時に備えて暇がりや訓練してるぜ。
例えばどこかの物陰に潜んで相手を探し出してよ。そいつに人差し指を突きつけたら成功だ。お前もやってみるか。やってみるか。そうかそうか、じゃあ早速やろうぜ。とその前に二人じゃしけるから暇そうなやつを集めようぜ。な、何これ。え、二人だけ。よっしゃ、それじゃあ一応ルールを説明しておくが、村のどこかに隠れた俺たち二人を15分以内に見つけられたらおめえの勝ちだ。どうで、簡単だろ。じゃあ早速隠れるからな。どっこいしょ。え、簡単に説明するね。サッチとかくれんぼ始まった。え、初めてだ俺かくれんぼするの。この村って隠れるところがめちゃくちゃ少ないんですよ。なんでかっていうと、俺が化石を集めるがために木を全部切り落としたんですよね。で、木を全部切り落とした挙句、もうフルーツも何にもないから速攻で見つかる。チキショウ、もう見つかっちまったか。かー、悔しいぜ。けど勝負はまだ決まっちゃいねえぜ。とっとと残りのあと一人を見つけることな。でもかくれんぼをするぐらいだから、それなりに好感度は。これ隠れてんの、サッチ。あ、しかも動かせない。あ、かわいい。じゃあうち猫住民多いんですよ、何気に。キャビアちゃんとサッチと、あ、でもそんなことなかったな。この前歌舞伎がいたんだけどね、引っ越してしまったか。いや嘘、見つかっちゃった。ミニミニミニ裏のくのいちと恐れられたこの値が。やるわね、ミネットくん。にゃん。バッチリ見つけてやったぜ。まったく、今回は目にしてやられたぜ。しょうがねえ、このちびきの埴輪を記念に持ってきな。へえ、じゃあな。おめえに付き合ってもらって意外と楽しかったぜ。まあ、そんなこんなでですね、今回の検証動画、好感度ゼロの住民にいろいろなプレゼントを送ったら返事は返ってくるのかという動画でした。いや、ワンチャンかけてもう1週間飛ばすか。ワンチャンある。これで出なかったら、あ、1ヶ月飛ばしました。諦めよう。来い、ハッピールーム。期待だけさせるんだよな。29,847 ポイント、もう十分です。お腹いっぱいです。ハッピールームの手紙20分以上読み続けました。そんなこんなでですね、誰からも送られてくることはありませんでした。ちなみにこの3日間での俺の成果、ちょっと見てもらっていい？で、今のところまずここトリケラトプスの頭がないのと、こやつは完成してる。ステゴサウルスの頭がない。で、パキケファロサウルスの胴体部分がないのと、ここだな。アンキロサウルスの尻尾がない。すごくないこれ、12年前のゲームだよ。ここは完成しました。あとで、アパトサウルスの頭の部分がない。そしてここだね、サーベルタイガー。こやつがどうなんだろう、胴体部分だけなのか、それとも胴体と尻尾がないのか、それはまだ分かってなくって。ここはできました。プテラノドンとセイスモサウルスで、単体の化石っていうのはあと2種類なんですよ。まあそこの2つとね、サーベルタイガーが、まあ、寄贈できたらこっちのエリアは完成となっております。カメラで画角を広めないと多分これ見れないんじゃない？カメラで画角広めても全身入らないか、無理だな。でかー、そう考えたらこっちからこうやって見ないとダメだもんね。首長っ。こんなん昔いたって考えるとめちゃくちゃ怖えな。まあ、なんとかですね、裏で進めてはいるんですけれども、町へ行こう動物森の化石シリーズコンプリートに向けて頑張っていけたらなと思います。というわけで最後に、じゃあハッピールームのさ、手紙があまりに多すぎるから、あれ手紙って確か廃止できたよね。俺廃止してるっけ。よう本間さん、すぐ近づいてくる。本間さん、おいでよ動物森では嫌われてしまったが、まあ、少しずつね目を挽回しています。これはこれは、ようこそハッピールームアカデミーへ。当アカデミーからの手紙についてですか。あ、やっぱ停止してるよな。なんか評価の手紙を送っててもハッピールームはたくさん来るんだ。正直ね、ちょっと放置しただけで20分ぐらいかけないと全部読み終わらないんですよ。今月は昔懐かしい味わいのあるお部屋がテーマとなっております。会員様の部屋の中でテーマに合ったものを選ばせていただいた結果、今回該当者なしでございます。少しテーマがマニアックすぎましたかね。今後はこのようなことがないように精進してまいります。え、じゃあモデルルームって何があんの。もしかして何にも、何にもない。こんなことってあるんだ。まあ、これってね、基本的には住民の部屋の内装っていうのが展示されるんですけど、該当者いなかったら
なくなるんだ。それは知らんかったな。今回の評価、ミネト様の部屋の最新の評価でございますかね。最新の評価は 29,847 ポイント。では審査員からのコメントをお伝えいたしますね。特別ポイントの高いインテリアが飾られていましたので、ラッキーボーナスをつけました。だそうです。私どものアドバイスがより素敵なお部屋作りの参考になれば幸いです。特にない。首長いね、本間さん。まあというわけで、残念ながら手紙をね4つ送ったら1通も返ってこなかったという話でした。今回はこの辺でおっときましょう。じゃあ雨宿りしてるのかと思ったぜ。